はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第73回でございます。で、今回のテーマはこのチャンネルについて2015年2月15日現在と、でそれをテーマにしていきます。でも下にね、いっぱい書いてありますけど、今回はね、前も一回やったことあるんだけど、その新しく見てくださる方がね、今ちょっと増えている時期なので、特に受験生はもちろんなんだけど、中学校2年生の子が今多いんですよ。多分来年受験生になるからっていうことだと思うんですけど、で新しくね、見ていただいている方が増えたので、改めて自己紹介と、あと自分のこのチャンネルの、使い方というか、いろいろね、質問がいっぱい来ますので、多い質問に関して今回6個取り上げていこうと思います。いいかな。で、あと最後の方にね、今まで長くお付き合いいただいている方にも、ちょっと新しい発表というか、ちょっとね、詳しい発表ではないんですけど、ちょろっと最後にお話もしますので、その辺もね、聞いていただけたらと思います。じゃあね、いつも聞いてくださる方は全部知ってるよっていうね、方が多いと思うんですが、まず一つ目、一番多い質問ですね。あなたは何者なんですかっていうのが一番多い。で、なので簡単に自己紹介をさせてもらいます。で、名前はですね、葉っぱの葉に数字の1でハイチと言います。これ陽一ではなくてハイチです。で、これは本名ではありません。活動名だと思ってください。で、名前の由来はとよく聞かれるので、ハイチはですね、自分が四つ葉のクローバーが好きなんですよ。で、四つ葉のクローバーが好きなのと、一応四つ葉のクローバーは幸運の証なので、自分自身もそうですけど、自分と、そして自分と出会ってくれた方、接してくれた方に幸運が起きますようにってことで、四つ葉から葉っぱの葉を取ってます。で、数字の1は自分の本名に数字の1が入っているので、それを組み合わせてハイチという名前で活動させていただいています。で、この撮影している今日2月15日現在29歳です。ですが、来月3月11日で30歳になりますので、ほぼ30だと思っておいてください。で、次に科目です。科目は何がありますかっていうところなんですが、まず小学生は算数です。一応3年生から6年生まで取ってます。ちょっと取り切れてないところもあるんですが、小学校3年生から6年生が算数で、中学生は英語、数学、理科は3年分全部取り終わってます。単元は全部あります。で、社会に関しては公民と歴史は取り終わってます。で、地理は現在撮影中です。もう少しで終わるんですが、今撮影中でございます。で、国語も今年入ってから新しく始めまして、文法が3分の1ぐらい終わった段階です。今も国語と地理をね、今アップしている最中なんですが、それ2つは現在撮影中だと思ってください。で、一応予定としては来月3月いっぱいまでに地理と文法、最低でも地理は終わして、文法の方も終わせたらなとは思ってます。で、あと途中のね、後のリクエストしたいにも関わるんですけど、国語のその読解問題、文章読む問題ね、とか、あとは、英語の長文問題なんかのリクエストね、やらないんですかって多いんですけども、著作権が絡むものが多いので、ちょっとそこはね、まだ取らないようにしております。はい。で、科目ね、あと高校生なんですけど、高校生に関しては数学のみを撮影しています。で、数1は、最後の単元は取ってないんですけど、ほぼ取り終わっていて、数 A は1単元だけ取り終わってる段階です。まだね、そんなに充実してないですね。高校に関しては。はい。で、次、動画を探す方法です。ここすごく聞かれるので、パソコンで見ていただいている方と、携帯で見ていただいている方にちょっと分けて説明していきます。ご存知の方とか、俺がやってる方法の方が分かりやすいんだけどって、もし思った方は、ぜひコメント欄に残してください。こうやって使うと便利ですよとか、私はこう使ってますよって書いていただけると、他の方に共有できてすごくいいと思いますので、もしよかったらお願いします。で、自分がいつも説明しているやり方はですね、まずパソコンに関してなんですが、多分、たまたま、なんか探してたら、たまたまたどり着いた方とかが多いと思うんですね。あとは友達に聞いた方とかもいると思うんですけど、まず、じゃあたまたま動画を見つけた方は、動画バーンで出ますよね。クリックすると。そうすると、その再生、パソコンのね、画面のちょっと下にスクロールすると、その動画タイトルが載ってると。で、動画タイトルが載ってて、ちょっと右下に再生回数と高評価、低評価があるんですけど、左側に、とある男が授業をしてみた、それチャンネル名なんですね、これの。で、そこが載ってると。で、そのチャンネル名をクリックします。で、一番いいのは、これはもう強制じゃないんで構わないんですけど、そのチャンネル名のすぐ下に、チャンネル登録ってボタンがあるんですね。で、そこを押すと、
チャンネル登録っていう形になりますので、自分が動画をアップしたりとか、自分のそのホーム画面ってあるんですけど、そこにワンクリックで飛べるようになります。なので、もし、頻繁に使ってみようかなとか、ちょっと登録してあげようかなと思う方は、登録ボタンを押していただけると、個人的にも励みになりますし、使いやすくはなるかなとは思います。で、ちょっと話を戻すとですね、その動画タイトル、とある男、あ、ちょっとね、チャンネルタイトル、チャンネル名か、とある男が授業をしてみたをこう、クリックしてみる。ちょっと今、一緒にやってみますね。こう、クリックしてみるとですね、ホーム画面といって、まあ、とある男が授業をしてみた。で、まあ、基本的にバンって動画が1個出てるんですよ。で、それは、ダラダラジオの最新版をそこに今出るようにしてるので、それが出てると。で、下にちょっとスクロールで下げてもらうと、アップロード済みっていうのがまずあります。で、その下に、中1、カッコ数学&理科、中2、カッコ数学&理科って言って、こうね、グループ分けしてあるんですね。なので、まずそこを見ていただいて、例えば中学校3年生の理科を探してるってなったら、その中3、カッコ数学&理科ってところを見ます。で、自分は単元ごとに再生リストを作っているので、こう、まあ、そこのね、見ていただけると単元通りに載ってます。例えば式の展開と因数分解、その次は平方根二次方程式って感じでね。で、これたまにですね、一つのグループに4つしか表示されてないんですよ。あれ、理科ないんですけどって聞かれるんですが、それ、グループ、横長になってるグループのところを、右にね、矢印が出てるんです。一番右に。次へってなってるんですけど。で、そこをポチってクリックしてもらうと、右側にスクロールして、どんどん単元出てきますんで、そこで探していただけると、自分の見たい単元が見つけられると思います。まあ、そのまま下に行くとね、英語、社会、国語のグループとか、算数グループ、高校数学グループとかね、分かれてますので、まあ、そこで探していただけるのが一番いいのかなと思っております。はい。で、携帯で見ていただいている方なんですが、まあ、基本的にスタイルとしては同じです。まあ、たまたまね、こう動画を見ていただいたと、たどり着いたと。で、見ていただいた場合に、まず、クリックする場所なんですけど、動画の再生画面の下に、また同じです。とある男が授業をしてみたっていうチャンネル名が載ってます。で、そこをポチッと押してもらうと、同じようにホーム画面に飛ぶと。で、同じように下にスクロールしていくと、グループ分けされていますので、まあ、そこから探していただけるといいのかなと。で、一応ですね、ブログやってるんですよ。アメブロやってるんですけど、で、そこにも再生リストを作ってあるんです。ですが、ちょっとですね、俺が OS、パソコンの OS を変えてしまって、アメブロがすごい使いにくくなっちゃったんですね。だから国語の再生リストとか作れなくて。なので、そこをね、使っていただくかも、もちろん構わないんですが、近いうちに、自分のホームページというか、まあ、動画の一覧がすぐ出せるようなページをですね、ちょっと作ろうと思ってますので、それはまた出来次第、ダラダラジオとかツイッターの方で報告しますので、ちょっとね、それ完成までお待ちいただけたらと思います。それまでは、YouTube 上の再生リストを使うのが一番やりやすいかなとは思っております。はい。で、ですね、これすごい YouTube を使い込んでるというか、慣れてる方限定になってしまうんですけど、例えばパソコンの再生画面で動画見ていただくじゃないですか。そうすると、下にですね、チャンネル名、その下に、前回、次回って出てるんですよ。で、これは次の動画、1個前の動画に飛べるようになってるんですけど、それが出てるのと出てないのがあるんです、それ。で、これなんでですかって聞かれたんですけど、これはですね、この前回次回を始めたのがかなり後だったんです。この活動を始めてから。なので、最近アップしてるやつには前回次回のリンクを貼ってあったり、あとはそこにすぐ、もっと見るって押すと開いて再生リストが一気に出てくるみたいな感じになってるんですけど、古い動画はそれをやってないので、そこの違いがあります。なので、そこに関しては一概にあるないが出てきてしまうので、まあ、再生リストから探してもらうのが一番やりやすいかなとは思っております。ちょっとね、使い勝手悪くて申し訳ないんですけど。はい、そんな感じでお願いします。で、次が、わからない問題は教えてもらえるって右上だね。言ってみましょう。で、これはですね、答えられる範囲は答えます。はい、受け付けてませんってことはないんですけど、どんどん来てくださいっていうわけでもないです。で、どういうことかっていうと、現状ですね、コメント、メール、まあ、ツイッターのコメントもそうだね、含めてですけど、1日ですね、その問題の質問に関しては30から多いと100ぐらい1日来るんですね。で、リアルな仕事もしている身なので、なかなか全部返すことはできないです。なので、時間を見つけてたまたまタイミングがあった方には返す
こともあるんですけども、質問を送ったら絶対返してもらえるってわけではないので、そこは期待しないでお待ちいただけたらと思います。で、常々お願いしていることなんですけど、わからない問題をもし送る場合はですね、必ず答えを一緒に送っていただけるとありがたいです。なぜかっていうと、俺自身がそんなに頭いいタイプではないので、こういう活動してるけどね、今いつも勉強しながら動画を撮ってるタイプなので、こうアドリブにあまり対応できないというところがあるのね。なので、あとは間違ったことを教えたくないっていうのもあるので、なので、質問する際は答えも一緒に送ってもらえるとありがたい。はい、とは言いながらね、返信率がもう 10% にも満たないので、今はなかなかね、申し訳ないところもあるんですが、よろしくお願いします。で、次がね、リクエストしたいっていうのがあるんですけど、で、これはもう活動を始めた当初から一貫して、変わらずやってることで、リクエストは申し訳ないんですが、受け付けておりません。こういうのを撮ってほしいっていうのをね、たくさんいただくんですが、たくさんいただくがゆえに、例えばこの方のリクエストは答えたのに、この方のは答えないっていう不平等が起こってしまう。まだ、わからない問題を教えてって言うんだったらいいんですけど、ちょっとね、そこはいいんですけど、個人的には。リクエストに関してはちょっと不平等を起こしたくないので、一律でお断りさせていただいております。そこもね、ご理解いただけたらと思います。で、最後に、ゲームしてるの同じ人ってこれだけよく聞かれるんですけど、実はですね、とある男が授業をしてみた、これが俺のメインチャンネルです。はい、活動を始めた時のずっとやってるチャンネルで、もう一個、とある男がゲームをしてみたっていうチャンネルをやってる、ゲームをね、ゲーム実況やってるんですけど、それも俺です。はい、同じ配置がやっております。なので、同じ人なんですかって聞かれるんですが、同じ人ですと、ここで、改めてお伝えさせていただきます。で、そのチャンネルに関してなんですけど、3月11日、自分の誕生日ですね、30歳になる記念としてですね、もう一個、新しいチャンネルを作ろうと思っております。具体的な内容はちょっとまだお伝えできないんですが、勉強全く関係ないです。ゲームも全く関係ないです。すっごい緩い、更新が1ヶ月に1回ぐらいになるんちゃうかっていう内容なんですけど、あるちょっと意図を持ってチャンネルを1個作ろうかなと、まだね、決定じゃないんで、もしかしたらまだ企画倒れになるかも、ちょっと今練ってる段階なんでね、なるかもしれないんだったら言うなって話なんだけど、そう、練ってる段階なんですけど、もしかしたら、3月11日に新しいチャンネルができるかもしれないので、まあそっちの方もね、こう、できないかもしれないのに、楽しみにしといてっていうのもなんですけど、楽しみにしていただけたらと思います。はい。では、まあ、こんな感じですかね。あとは、このチャンネルについてとか、いろいろ質問があれば、書いていただければ、答えられる分は、ダラダラジオで答えていきますので、まあ、書いていただけたらと思います。で、下の方にね、問い合わせ先とツイッターの方は一応書いておきました。まあ、問い合わせ先はね、よく書いてますけど、質問を送りたい時とか、あとは、仕事関係でね、最近問い合わせいただくこともすごく多くなったので、まあ、仕事関係でも何でも構わないんですけど、そこに載ってる、はい、ちは、CHI のちの方ですね。で、アンダーバー、数字の4、アンダーバー、リーフ、LEAF のリーフに、@yahoo.co.jp ですね。これが、問い合わせ先となっております。で、ツイッターの方もやっておりまして、はいち、アンダーバー、とあると。多分ね、ハイチも、ハイチだけも出てくるかな。多分教育 YouTuber ハイチっていう人が出てくるので、もしよかったらツイッターやられてる方はね、登録してもらえると、ツイッターが一番出現頻度が高いです。最近はもうブログはほとんど出現しなくなってしまったので、何かしらの交流を持ちたいなと思ってくださる方がいれば、ツイッターの方もね、遊びに来ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では、あとは何？あ、あれか。あとあれですね。ツイキャスやってるんですかって最近よく聞かれるんで、多分あれですね。ツイッター見ていただいてる方だと思うんですけど、ツイキャスはですね、毎週土曜日の夜に不定期なんですが、できる限り毎週やっております。今日今日曜日、2月15日の朝撮ってるんですけど、昨日の夜もやらせてもらってて、大体1時間ぐらいですけど、こう、なんだろう。生で皆さんと交流を持てるような機会を一応設けておりますので、そっちの方もね、もしよかったら遊びに来てください。では、今回は、そんな感じでね、勉強とか、全くなんかためになる話とかではないんですが、改めて自己紹介がてら、このチャンネルについて話させていただきました。では、締めさせていただきましょう。今回はね、ハイチのダラダラジオ第73回、このチャンネルについてというテーマで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、2月22日ですよね。3月になる直前なので、そうですね、発表ができるかな、わかんないですけど、ちょっとね、3月いろいろこれから変わっていくので、
まあ、いつもどんな感じになるか、もしかしたら何か発表してできるかもしれないんで、まあ、そちらもね、楽しみに待っていただけたらと思います。では、今回はこの辺。ごめんね、最後に詰まってしまった。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。